どうも皆さんこんにちは、スパロボ堂です。今回はロボアニメじゃないゾンビランドサガはなぜスパロボに参戦できたのか徹底解説するというテーマでお話ししていきます。まず今回の参戦 PV で登場しているサガザグレートセブンについて説明します。ゾンサガのアニメを見ている人でもアニメにサガザグレートセブンなんていなかったんだがという人は多いと思います。それもそのはず、サガザグレートセブンはゾンサガのアニメに登場していません。では一体こいつは何なのか。その正体はオープニングエンディングテーマ発売記念として大張雅美氏によって描かれた応援イラストです。大張雅美氏はロボアニメ界では巨匠中の巨匠で、鉄血のオルフェンズやビルドファイターズシリーズにも携わっている方です。グリッドマンでオマージュされていた勇者パースもこの方が生みの親です。さてここまで見ていただいたら分かる通り、サガザグレートセブンはゾンサガ本編に未登場の応援イラストです。それがスパロボに参戦しちゃうんですからもう意味不明ですよね。ここまでの話を見て次のように思った人も多いんじゃないでしょうか。スパロボってロボアニメが出るゲームじゃないの？その疑問はもっともです。スパロボ公式サイトにもこのように記載があります。スーパーロボット対戦とはアマトのアニメロボットが一堂に会し地球と人類を脅かす敵と戦うシミュレーション RPG、 それがスーパーロボット対戦である。しかし最近ではもっと幅広い作品が参戦しています。 SF アニメであるカウボーイビバップやメカ要素すらないデビルマンが参戦していることからもそれがわかります。さらに今回ゾンサカが参戦するスパクロでは劇中劇からの参戦やカードゲームからの参戦もありました。例えばクレシンやアイマス、アイカツ、バトスピなどです。つまりロボアニメでなくてもスパロボに出たという事例は過去にもあり、ゾンサガの参戦も意外性こそあれどスパロボファンとしては非常に納得のいくものなのです。さてここからはゾンサガが参戦した経緯について順を追って説明していきます。事の発端は2019年スパロボ DD 台湾イベントでのことです。ゾンサガ応援イラストを描いた大張さんから、ゾンサガでこんなの描いたんですけどスパロボどうですかとスパロボのプロデューサーである寺田 P に提案がありました。寺田 P は何言ってんだこの人と思いつつ、スパクロのプロデューサーであるオーチ P に参戦を打診します。オーチ P は参戦に肯定的でしたが、参戦させるならゾンサガの展開とタイミングを合わせようということになり一旦保留となります。その後再び参戦企画が動き出した時に問題が発生しました。サガザグレートセブンの設定教えてください。ないんです。ギャグみたいですがこれはガチのやり取りだそうです。何しろ元が応援イラストですから詳細な設定なんてあるはずがないですし、そもそもサガザグレートセブンという名称すら過小です。そこで改めてサガザグレートセブンを書き下ろすため原作側に許可を取り、もろもろの設定が追加され今回の参戦へと至ります。これよく見ていただけるとわかると思うんですが、足のデザインが左右非対称なんですよね。片方が潜水艦、もう片方が戦闘艦っぽい形になりそうと大張さんはおっしゃっていました。ちなみに設定は肉付けされているようでそこまでされていないということでした。今回のサガザグレートセブンの設定はあくまでもスパクロに参戦するための必要最低限のもので、大張さんと寺田 P の LINE 産業ぐらいのやり取りで生まれたそうです。ここまで参戦の経緯を話してきましたが、気になるのはシナリオですよね。実はすでにシナリオのあらすじが公開されています。それがこちらです。ざっくり説明すると、原作通りフランシュシュというアイドルグループが結成されます。でそんな時ふと佐賀に興味を持ったサンドマンが地域復興の一環としてご当地イベントを開催します。でそのご当地イベントの様子をテレビで見ていたガイスターがっていう、そういうシナリオになっています。ちなみにこのサンドマンというのは同じく大張さんが監督を務めた超獣神グラビオンに登場する人気キャラです。寺田 P にシナリオでサガザグレートセブンどうやって出そう、そうだサンドマン様なら何とかしてくれると言わしめたほどのキャラクターなので、このイベントでも大活躍間違いなしだと思われます。また光太郎にスカウトされるハルコというキャラはフリクリに登場するキャラクターです。あのエヴァと同じく貞本氏がキャラデザを手掛けた作品でもあり、スパクロではアイカツイベントにも登場しました。なおこの動画撮影時ではすでに第1話が公開されています。第1話のシナリオもいきなりぶっ飛んだものになっていて、佐賀県のニュースを見ていたガイスターが佐賀の宝として紹介された松原とフランシュを奪いに佐賀県に突撃するという導入で始まっています。もうめちゃくちゃですよね。スパクロのカオスなイベントはこのようにぶっ飛んだシナリオで面白いことが多いので今回もかなり期待できます。というわけで今回の動画は以上となります。この動画を見てスパロボ知んなかったけどゾンサガめっちゃいい感じやんって思った人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。